DHS4、 通常と教習どっちも大丈夫です。ラベルはこちらを参考にしてみてください。編成はスルトとソーンズを中心とした攻略です。もう一本幽竜チェーンを中心とした攻略出してます。まあ、そっちの方が楽かもしれないんですけど、まあ、こっちもねオペレーターさえ揃っていれば、まあ、そこまで難しくはないのかなと思います。オペレーターが揃っていたらね、もう結構ご利用しな感じのスタイルなんで、まあ、スルトを使ってる時点で、まあ、そういうことですよね。まずソーンズとノイルを置きます。でヒーラー3-4ですね。回復薬が結構大事ですね。ここはスルトのスキル打つ、まあ、持続時間もちょっとでも眺めたいので、ヒーラー結構重要です。ここまでオペレーターを受けたら防水装置を順番に置いていきます。ソーンズにつけて、ノイルにつけて、次3番はまだオペレーターいないんですけど、もう先にね置いておきます。まあ、スルトにつけたいって感じですね。後でここはソーンズのスキルチャージタイムなんで、あんまり他のオペレーター置いてっていうよりは、まあ、ソーンズ1人でね片付けた方がいいと思います。こっから中盤ぐらいまではオペレーター配置しません。もうソーンズ1人で、ね、十分です。この下の外周、爆発ボートがこう進んでいくんですけど、まあ、焦ってねオペレーター置かなくても勝手に爆発します。このいい位置でね爆発します。もうちょっとで、まあ、大体中盤ぐらいですね。まあ、最終ラッシュって感じかな。こっから少し忙しいです。オペレーターを順番に配置していきます。こっからね、まず未知使用状態なんで、この雑魚敵を処理し終わったらノイルホーンを撤退します。ここで撤退で、ここで引き潮状態になって順番にオペレーター入れていきます。カーディ、クオーラ、ススーロ、パフューマー、スルと下向き、グム、この形ですね。この形にします。この形にしたら下の外周 DHS-2 なんかでもね使った戦法なんですけど、爆発ボートを止めておいてっていうような感じですね。でここでするとスキル使います。だいたいこれも結構タイミングもありますので、この辺で打って、そしたら外周船に乗ったポパイが来ますので、まずカーディをすり抜けて、まあ、カーディね、スキル使えたら使います。まあ、回復使えたら回復使って、防御スキル使えたら防御スキルを使います。で、ススーロヒール。で、こっからは回復を使っていきます。スルトの HP をちょっとでも回復したい。ラグナルクをできるだけ打ってもらいたいんですね。で、ここも一緒ですね。カーディ。まあ、カーディが結構適してますね。HP 回復できるんで、防御スキルなんかでもいいですからね。まあ、そのカーディが必須っていうことではないです。で、こんな感じで、ポパイを処理して、まあ、このポパイはね、もし処理できなくても、未知症状態で勝手に死ぬのでね、この辺ぐらいまでスキル打てたら、まあ、余裕でね、クリアできます。はい、それでは DHS4 終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。